なんでしょう、初めましてなんですけど、はい、最初からこう言い方は合ってるかわからないんですけど距離感近くて、なんでこんなに接しやすく私なんかにっていうのが本当に本当にその説はお世話になりましたこちらこそです。いやでもさ、はい、なんかその最後の結構いいシーンがさ、いや、まあ、だってさなんかお姉ちゃんいなくなった途端にそんな確かに私びっくりしたよみたいな。うちの親父もあのキスシーンを見た時は、うん、今はって言ったんですよ確かにね、いやまさかそうかやるやんうちの妹とかって思っちゃったよしかもそこなんだっていう、なんかでもいいよね、そのガンタ君が涙して、そこにイサキちゃんが行くっていうのが、あなんか2人の関係性を表してるというか、まあ、そういう意味ではいいシーンだったけどちょっとお姉ちゃん的にはちょっと不純異性行為なんじゃないですかみたいなそして家で宿題をやるイサキ、学生らしい、うん、学生らしい、もう宿題終わってるガンタ、うわー源さんっぽいガンタらしいっていうか、まあ、源さんもそうですよね、どっちの方がめんどくさいか取るタイプだからね俺は、 あれですよね、リアル学生時代も先に終わらせて、先に終わらせてあとはもう遊びほげるっていう、すごい優等生、だって後の方に残す方がめんどくさくないですか。いやそうだけどさ、それでできなくない、はい、なかなか そうなんですよ。あれそろそろ声変わりました、そうかな喉の調子悪いかな、悪いですかね、あまりやっぱりねお忙しいですからあまり無理しないでくださいね、本当に無理しないでね、あれを楽しみにしててくれと、うんうん、ウクレレで歌っておりました、はい、なんかあんな子だったんだってなんかこう、あそうなんだへーって思いましたよね、すごいでもいい声でね、そうなんですよ、うん、山下さんが他のキャストに、うん、どうします、中入って聞いてもらいますって音楽さんが元山さんが言ってて、うん、絶対嫌ですってそっか、じゃあもう現場でアフレコ現場でもうそのままマイク前で歌って、マジで、うん、別のスタジオ撮って、サウンド用のスタジオとか歌用のスタジオじゃなくて、うんうん、アフレコ用のスタジオでガチ歌ったんですよ。そうなんだ、すごい、撮ってあるウクレレの音に合わせて、そうですそうです、歌って、めちゃめちゃ面白かったですね。そうかそうか、あでもいいですね、なんかリアルな声しかもね、あれでみんな山下さんだけずるいってなって結局早くちょっとねその日は毎度終わったんですよ、うんうん、なぜかみんな歌ってた歌ってました、歌ってました、一人一キャラバージョンやってたんですよね、いいね、なんかそんな青春感が、皆様こんばんは、こんばんは、こんばんは、今回のゲストはお姉役の天宮さん、はい、私は曲がり姉妹のやり取りが大好きです、はいはい、喧嘩のやり取りや姉なりの葛藤、妹にあえて気を使わないで接するお姉ちゃんらしい部分など、私も長女なのでわかるよと見ていました。ガンタにバトンタッチするところが特に好きです。皆さんの兄弟姉妹エピソードはありますか？私はお姉ちゃんが欲しかったです。今気づいてた？やっぱり言葉だよね。これはリスナーの皆さんに気づいた人が、ツイッターの方で、もしくはコメント欄の方で、気づけなかったコメントを打っていただけたらいいと思います。あなたはある言葉を間違えてる中で読みました。それはスタッフさんとかマネージャーさんとかもお気づきですか？うんっていう人、ちょっと待って、ちょっと待って、私たちだけ、私たち姉妹だけ、これだけ、お願い、お願い、あれって曲がり姉妹わかんないってさ、あれお姉ちゃんも来なかった、この本編、実際お姉ちゃんってどう、私一個違いなんですよ、うんうん、もうなんでしょう、世界で一番愛してるんです、世界で一番というか宇宙で一番愛してて、うん、大好きなんですよ、はいはいはい、お姉ちゃんのことを、お姉ちゃん大好きなんです、ね、ちょ珍しくない、わかる、なんかそこまでね、なんか姉妹ってさギスギスしてるギスギスしてるイメージはあるそうだよね、そうなんですかね、仲いいんですね、仲いいというかもう仲いいというかもう共存共存です、共存です、もう大好きです。
すっげえ年の離れた妹とかいたら俺溺愛しそうになりますわ。あ、確かになんか想像できる、彼氏ほーみたいな。え、それ厄介だよ、お兄ちゃんとして。厄介兄ちゃんすか。厄介兄ちゃんだよ。でもわかるよ。え、でもなんででしょ。でもわかるよ。弟に彼女さん聞いてごらんなさいよ。一回し紹介して合わせてって思う。なるほど、うん、うん、かも。妹からしてお姉ちゃんに例えば彼女とか、あ、彼女じゃん、あの彼氏さんとか、まあ現代の彼女とかもいるんですけど、例えば恋人、うん、恋人嫉妬してます。しました、嫉妬しました。やっぱそうなんだ。私のお姉ちゃん取り上がってで、なんか私だけのお姉ちゃんだったのに、ああ、そっち見るんだ、へえ。別に。そして、オープニングでお話ししていたミッションなんですが、実は今回私たちこの配信の間にちょこちょこ早弁、うん、早だけにみたいな、早だけに早弁知ってました。ねえ、ね、みんなねえ、そうだよね。はい、皆さんほら食べきってくださいよ。最後にすごいのぶち込んでくるな、嬉しい。ちょっと待ってメールこれかけてるんじゃないんですか。違うの。あ、これあ、ゲストさん決まる前に決まってた。個人的には、はい、第1回からもう一度このちゃんの成長ぶりをほうほうお聞きいただければ、うん、あの先日の生放送でも山下さんがびっくりするぐらい成長してるというか、まあ確かに。まあ確かに、うんうん、だってメールの読み間違いにも気づけませんしね。堂々たる、うんうんうん、堂々としてもね、焼き鳥って言って。いじけちゃった、いじけちゃった、ごめんね。